週は肩こりの予防改善の運動を行います。無理せずできる範囲で行いましょう。まず胸の筋肉をほぐしていきます。指の腹に力を入れて円を描くように動かしましょう。反対側もほぐします。首、肩の力を抜いてリラックスしながら行ってください。次に胸の筋肉を伸ばしましょう。壁の近くで横向きに立ちます。肘を肩の高さまで上げ、手を壁につきます。壁と反対の方向に体をひねりましょう。10秒行います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対も行います。肘と肩の高さを合わせましょう。10秒行います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。次に胸筋のトレーニングを行います。まず腕立て伏せの姿勢を作りましょう。体をまっすぐに伸ばした状態で膝をつきましょう。ついている手の幅を手のひら一つ分外に広げます。肘を曲げて上体を床に近づけ、ゆっくりと肘を伸ばし元の姿勢に戻りましょう。では5回行います。せーの、1、2、3、4、5。腕を振って力を抜きましょう。もう1セット行います。姿勢を作りましょう。では5回行います。せーの、1、2、3、4、5。腕を振って力を抜きましょう。胸の前の筋肉をほぐし鍛えることで肩こりの予防改善につながります。毎日少しずつ体を動かしてみましょう。